2005年日本語能力試験3級これから3級の上階試験を始めます問題用紙を開けてください問題用紙のページがないときは手を挙げてください問題がよく見えないときも手を あげてくださいいつでもいいです問題1問題用紙を見て正しい答えを一つ選んでくださいでは練習しましょう 男の人と女の人が話しています男の人はどの人について聞いていますかあれはこの前のパーティーの写真そうきれいに撮れたでしょううんあれあの人は誰えっどの人 ほら、手を挙げている人。え、コップを持ってううんその人じゃなくてああ山田さんよ男の人はどの人について聞きましたか正しい答えは「2」です。 回答用紙の問題1の例1のところを見てください正しい答えは2ですから答えはこのように書きますもう一つ練習しましょう 2> 例2 お母さんが子供と話しています。子供は初めにどこに行きますかひろしちゃん、八百屋でキャベツを買ってきて。うん、いいよ。あ、その前に肉屋で鶏肉もね。うん、いいよ。行く途中、ケーキ屋で アイスクリーム買っていいアイスクリームはうちにあるでしょうちで食べなさい。うん。じゃあ、行ってきます。子供は、はじめに、どこに行きますか正しい答えは、2です。 回答用紙の問題1の例2のところを見てください正しい答えは2ですから答えはこのように書きますでは始めます1<番>学生が先生に 漢字のテストについて聞いています学生が書いた漢字はどれですか先生先週の漢字のテストですけどあ、これですねはい犬という漢字を書いたんですがどこが間違っているんでしょうか点はここで正しいですかあの 点は横の線の下ではなくて上につけましたがあ左につけてしまいました学生が書いた漢字はどれですか 2>, 2番女の人と男の人がホテルで話しています男の人はこれからどうしますかそろそろ夕飯の時間ねそうだね僕は先にお風呂に入ろうかなまだそんなにお腹が空いてないし私は散歩でもしてくるわああ散歩もいいね。 僕も一緒に行くよそうお風呂は夕食のあとにするよ男の人はこれからどうしますか 番男の人が外国にいる女の人と電話で話しています「女の人の国は今何時ですか?」「今そっちは何時?」「8時50分」へえ日本も今8時50分だよえっ同じでもこっちは夜だよ。夜の8時50分 なんだ「女の人の国」は今何時ですか四番。 男の人と女の人が話しています二人はいつ映画に行きますか今週の金曜日か土曜日映画に行かない今週か三日か四日ね僕は土曜日より金曜日の方がいいなじゃあ3日ちょっと手帳を見てみる ああ、ごめん。今週はダメだ。来週は来週はいいよ。じゃあ、金曜日ね。楽しみにしてるよ。二人はいつ映画に行きますか 5番女の人と男の人が話しています女の人はどのカバンを買うことにしましたかねえこのカバン外側にポケットがたくさんあって便利そうねどこに何を入れたか忘れてしまうよ外側のポケットは一つか二つあればいいんだよそうね じゃあこれれかここね。このポケットは大きいからたくさん入るわねでも入れすぎて中のものが見つけにくいかもしれないそうね。決めた。こっちにする。女の人はどのカバンを買うことにしましたか 6番男の人と店の人が話しています男の人はどれにすると言っていますかあのー、友達が結婚するのでプレゼントを探しているんですけどではこちらはいかがでしょうか割れたり壊れたりしにくいものがいいんです。 ではこの葉が部屋をきれいにするそうです緑が部屋にあるのはいいですねじゃあこれにします男の人はどれにすると言っていますか 7番男の人と女の人が昨日の散歩について話しています。女の人の話について正しい絵はどれですか昨日山へ行ったの。とても楽しかった。よかったね。お天気もよかったし。い,いえ、山は雨だったの。でも私の犬は雨が好きだから。 一緒に散歩したの。友達も一緒。うん,うん。友達は行かなかった。あ。そう。女の人の話について。正しい絵は。どれですか。 8番男の学生と女の学生が駅で話しています男の学生は今日どうやって駅まで来ましたかおはようすごい雨だね今日はうん田中くんバスできたううん、うん、車母に駅まで送ってもらったんだ。 いいいなあいつも車今日は特別いつもは自転車かバスなんだ本当は歩きたいんだけど時間がなくてふん私は毎日歩くんだ歩くのは気持ちがいいねうんでもこんな天気の日はね 男の学生は、今日、どうやって駅まで来ましたか9番女の人と男の人が話しています。 男の人は、どんな写真を撮りますかテーブルに物を並べて、何してるんですか写真を撮ろうと思っているんです。うーん、なんか変だな。じゃあ、船を車に変えたらどうですかそうですね。車の方がかっこいいかもしれない。そうですね。うん。 ここに人形を座らせるとどうかなえー、それより立たせた方がいいですよ。あそうですねいいですねこれだ男の人はどんな写真を撮りましたか 10番医者と男の人が話しています体によくないやり方はどれですかよくないやり方です先生ちょっと聞きたいんですけどはい泳いだり走ったりテニスをしたり一日に 続けてやってもいいですかそうですね。走ったり、テニスをしたりしてから泳ぐのは危ないですよ。ああ、そうですか。じゃあ、水泳をしてから他の運動をするのはああ、それならいいですね。とにかく、たくさん運動した後で水泳をするのはやめた方がいいです。 体に良くないやり方はどれですか。十一番。学校で男の人と女の人が話しています。 二人はいつ映画を見に行きますか明日映画に行かない毎月一日は安いんだよ。明日はちょっと再来週の月曜日に大切なテストがあるんで。再来週ならまだいいじゃない。でも。そうじゃあ。 テストの後の週末土曜日ならいいいいけど安くないでしょ大丈夫僕が払うから行こう本当じゃあ2人はいつ映画を見に行きますか 12番お母さんと娘がデパートで話しています二人は今何を見ていますかねえ父の日のプレゼントこれどうお父さんはこんな色のはしないと思うよでも茶色の背広をよく着るでしょ白いシャツの上に これを締めて茶色の背広を着るとかっこいいよ。そうねいいかもしれないわね二人は今何を見ていますか 問題2、問題2は絵などがありません。正しい答えを一つ選んでください。6番と7番の間に休みの音楽が入ります。では、一度練習しましょう。 例女の子が先生とピアノの練習をしています女の子は今からどうしますかあのちょっと休んでもいいですかもう練習始めてからまだ30分ですよ お腹が空いちゃって。あと十五分頑張りましょう。はーい。女の子は。今から。どうしますか。一。十五分休みます。二。十五分。練習します。 三三十分休みます四三十分練習します正しい答えは二です回答用紙の問題二の例のところを見てください正しい答えは二ですから正しいの欄の 2を黒く塗ります。そして、正しくないの欄の1、3、4も黒く塗ります。正しくない答えも忘れないで黒く塗ってください。では、始めます。 1番男の人と女の人が話しています「男の人はコピーを何枚用意しますか?」「部長このコピーは何枚用意すればよろしいでしょうか」そうね会議に出席する人は全部で30人だけどそれより 10枚多くコピーしておいてくれるわかりました男の人はコピーを何枚用意しますか ?110 枚です220枚です3 三十枚です。四。四十枚です。二番。男の人と女の人が。会社の中で。電話で話しています。女の人は。この後。すぐ。 何をしなければなりませんかもしもし山田だけどあ課長僕の机の上に青いノートある青いノートですかいいえありませんがあやっぱりコピー室に置いたままだ悪いけどコピー室に行って ノートあるるかかどうか見てきてきくれるはいであったらすぐ会議室に持ってきてくださいはいわかりましたもしなかったら会議室に電話してくれる急いでね女の人はこのあとすぐ何をしなければなりませんか 1, 1コピー室でノートを探します <S 2, 2 <S コピー室にノートを持っていきます3会議室でノートを探します4会議室に電話をします 番男の人と女の人が話しています正しいのはどれですかひろしさんが怪我で入院したそうですねい,いえひろしさんじゃなくて奥さんですよあそうですか足の怪我らしいですねい,いえ手ですよあ そうですか。よく知っていますねええ。だって昨日お見舞いに行きましたから正しいのはどれですかひろしさんが手に怪我をしました。さんが 足にけがをしました。三。ひろしさんの奥さんが。手にけがをしました。四。ひろしさんの奥さんが。足にけがをしました。四番。 男の人と女の人が会社で話しています今どんな天気ですかおはようございます寒いですねほんと天気も悪いし雨が降り出しそうな天気ですねそういえば今夜は雪になるそうですよ天気予報で言ってましたあそうなんですか 今、「どんな天気ですか?」「1晴れです」2> 2「2曇りです」3「3雨です」4「4雪です」 5番男の人と女の人が歯医者について話しています二人はこの歯医者についてどう思っていますかねえ駅前の歯医者行ったことあるうん前に一度だけ行ったことがある受付の人も優しいし 機械も新しいけど、お医者さんがね。僕は昨日、2時間も待たされたよ。それに、すごく痛くて。他の歯医者に行った方がいいね。うん、そうね。2二人は、この歯医者について、どう思っていますか 1, 1男の人はいいと思っています 2, 2女の人はいいと思っています3男の人も女の人もいいと思っています4男の人も女の人も よくないと思っています。六番男の人と女の人が話しています。誰がカップをもらいましたかそのカップ、いいですね。どこで買ったんですかこれは、おばが…あ,あ。 おばさんが買ってくれたんですかい,いえおばが母に作ってくれたものなんです私のじゃないんですよそうなんですかおばさんとても上手ですね誰がカップをもらいましたか 1> 1この女の人です 二。2> 2この女の人のお母さんです。三。この女の人のおばさんです。四。この女の人のおばあさんです。ここで。ちょっと休みましょう。 続けます7番女の人が話しています雨が降ったらどうしますかそれでは今から自由に過ごしてください帰りですが3時半に公園の入り口に集まってください3時半ですよでも もし雨が降ったら30分早く集まることにします。それから公園の入り口じゃなくてあの美術館の前に集まってください。いいですね。雨が降ったらどうしますか ?13 時半に公園の入り口に集まります。 2.3時半に美術館の前に集まります3.3時に公園の入り口に集まります4.3時に美術館の前に集まります 8番子供とお母さんが話していますこの男の子は今どんな具合ですかお母さん薬の箱どこ頭が痛くて熱はないお腹は朝ちょっと痛かったけどもう治ったそう風邪かしらね この男の子は今どんな具合ですか 1, ?1 頭が痛いですが熱はありません 2, 2頭が痛くて熱もあります3お腹が痛いですが熱はありません お腹が痛くて熱もあります<番>お母さんと男の子が話しています「男の子はどうして少ししか晩ご飯を食べないのですか?」「あらどうしたの?」 あまり食べていないわね。うん。お腹でも痛いの違うよ。大丈夫。でも、少ししか食べてないわよ。これ、大好きだったでしょ嫌いになったうん。あのね、さっき、一郎くんの家で、お菓子をたくさん食べたんだ。それで、お腹が空いていないのね。 男の子はどうして少ししか晩ごはんを食べないのですか 1, ?1 おなかが痛いからです 2, 2嫌いな料理だからです3料理が甘いからです4 お菓子を食べたからです。十番女の人と男の人が話しています。男の人は薬をどのように飲まなければなりませんか山田さん、これがお薬ですよ。 1> 1日3回、食事の後に飲んでくださいわかりましたあの私は朝ごはんを食べない時もあるんですがその時は2回でもいいですか薬はきちんと一日3回飲まなければ治りませんよ朝ごはんもきちんと食べてくださいねはいわかりました 男の人は薬をどのように飲まなければなりませんか ?11 日2回食事の前に飲みます21日2回食事の後に飲みます31日3回 食事の前に飲みます。四。一日三回。食事の後に飲みます。十一番。男の人が。電話で。部長の奥さんと話しています。 明日の会議は、いつ、どこで行われることになりましたかもしもし、山本ですが、部長はいらっしゃいますかすみません。主人は今出かけております。何か伝えましょうかええ。明日の会議ですが、9時から工場で行うはずでしたが、 予定が変わりました。八時半から事務所で行うことになりました。はい。では、時間も場所も変わったということですね。はい。よろしくお願いします。それでは、失礼いたします。ごめんください。明日の会議は、いつ、どこで行われることになりましたか 「8時半から工場で行われます」2> 2「28時半から事務所で行われます」「39時から工場で行われます」「49時から事務所で行われます」 これで三級の懲戒試験を終わります。